もう、あ、マスターか。おお。今日はあちこち行って忙しいようだな。まあそうか、知っているとも。バレンタインであろう。せいぜい気張るがよい。あ、なんだなんだその目は。やらぬぞ。この綿あめは我のものだ。我が赤い人に作らせたのだから我のものだ。ん、そういえば赤い人が確か何か言っていたな。確かそう、そうだ、聞き流してしまったが、なんだか妙なことを言っていた気がするぞ。確か、そう。そうだな、皆が皆調理ができるわけでもない。英霊といえど、得て増えてはあるものだ。であれば、力を貸すのもやぶさかではないよ。綿あめ、よほど気に入ったんだろう。では、二人分用意しよう。マスターと一緒に食べるといい。一段と美味しくなるかもだ。あバレンタインデーも祭りの一種であるからには、普段より多く作ったのだと読み切ったが、二人分だと。しかも、共に食えというのか。人と鬼である我に？ありえぬ、ありえぬ、だが、だが。一緒に食べると美味しいぞ。く、ななの情けなどいらぬ。だが仕方ない、仕方ない。奪ったわけでもなく、ただもらっただけではある。なので仕方ない。これはし、よいかマスター。これは我からの大いなる恩情である。せいぜいありがたく喰らえ、大山大花火。えい、我の気が変わらぬうちにそれ、そして味わえ。それが祭りの味わいである。我には我のがちゃんとあるからいいのだ。そうだ、いいのだ。